回はこちら、仮想通貨の自動売買プログラムで使う、まあ、コンピューターを、購入したので、開封レビューします。ではまず開けます。Amazon から3点、購入しました。まず1点目、こちらラズパイ3のモデル B の、まあ、コンピューターを、購入しました。まあ、このぐらい小さいコンピューターになってます。あと、マイクロ SD カードですね。あともう1点がまた、同じような箱が出てきましたが、こちら電源キットに、なります。はい、では、購入した3点、それぞれ、開けていきたいと思います。まず、まあ、SD カードからいってみましょう。入っていたのはこのマニュアル類と SD カードが入ってました。購入したのは、トランシェンドの、マイクロ SD カード 32GB を、購入しました。続いてこちらの、電源を開けていきたいと思います。開けるとケーブル、あと電源アダプターですね。で、USB 端子で、こちらは、マイクロ USB の、まあ、B 端子のやつです。で、このような形で、電源オンオフボタンがあるケーブルが、ついていました。これは、便利ですよね。専用ケーブルなんで、まあ、電圧の心配とかないんで、これは非常にいいですよね。で、あと続いて、こちらが、本体です。まあ、この手のひらサイズの箱の大きさですが、この中に、まあ、コンピューターが入ってます。では開けます。この中にコンピューターが入ってるわけですよ。これはすごいよな。で、開けると、おお、いろいろ入ってる。おお、おお、はい、中身は後からです。はい、こちらが本体で、正式名称がラズベリーパイ3、モデル B プラスという、ものに、なっています。これは後ほど、詳細を見ていきたいと思います。あとネジ類とかヒートシンクが入った袋が入ってますね。で、取説ですが、なんだろう、なんかステッカーが入っています。あと、これは、まあ、本体の、まあ、配線図的なものが入っています。あとこれはゴム足をつける手順とか、あとこれが、マニュアルになってて、マニュアルは、このような形になってて、日本語は、この辺に書いてありまして、安全ガイドというのが、記載されています。まあ、読む必要はないようなものが書いてあるんですね。ではこちら、本体開けてみましょう。ちょっとコツがいりますが、こういう感じで開きました。底面のケースにこれは、まあ、引っかかって、ついているような感じで落ちません。まずこれが、LAN ポート、あと USB 2.0 が4ポートありまして、あと HDMI、 これは、オーディオの、端子があって、あと、マイクロ USB の、電源があります。あとこちらに、マイクロ SD カードのスロットがあって、まあ、マイクロ SD カードに OS を入れて、ここに挿します。でこちらが CPU で、Cortex-A53、 4コア 1.4GB の、CPU になります。これは、まあ、スマホとかゲーム機とかに使われている、CPU が、搭載されています。これによって省電力な、コンピューターに、なっています。とこの辺はメモリーみたいです。 LPDDR2、
SD ラム、1ギガだそうです。で、ストレージは、搭載されてなくて、先ほどの、マイクロ SD カードが、ストレージになりますので、ここに、OS をインストールして、挿す形になります。はい、このような、手のひらに、まあ、乗っかるぐらいの、小さな、コンピューターになります。これはすごいですよね。では、早速、こちらにヒートシンクがあるので、ヒートシンクまず、つけていきたいと思います。この熱対策としてヒートシンクが付属しているのが、いいですよね、うん、でちょっと小さい部品なんですが、このような、部品が入っていました。でとりあえずこの CPU のヒートシンク、つけます。横向きでこういう感じで来ました。あと、メモリ用の、ヒートシンク、これも、まあ、横向きでつけましたと。でこれで、ヒートシンクが、つきました。あと、まあ、このようなネジがたくさんありますが、このゴム足だけちょっとつけようかと思います。はい、このように、ゴム足を、4つ、つけました。とりあえず、まあ、グラグラするわけでもないんで、あとはこのままカバーをかぶせちゃいます。あとはこの付属のこのカバーは、これの替えの部品だと思うんですけど、この辺に配線するつもりはないんで、この、部品のままいきたいと思います。でこれで、まあ、組み立てというか、そういったものはあとはない感じで、これで、完成しました。でゴム足をつけたんで、まあ、ちょっと、浮いて、安定感もあって、こう動きづらい感じになりましたね。あとこちらちょっと電源ケーブルつけてみたいと思います。でこちらのケーブルは約120センチぐらいの長さがありました。あとまずここに USB ケーブルをつけて、あとまあここに挿して、あとはコンセントにつないで、でここで電源オンオフできるという形になるんで、まあ専用ケーブルだけあって、非常に便利です。では、早速こちらに OS をインストールしていきたいので、ここからまあ取り出して、まあ、これはちょっと慎重に取って、で、この中に、まず挿します。でこのように、挿しました。でこちらは、以前紹介した、ソニーの SD カードの、スロットに、このように挿して、パソコン本体に、接続します。ではこちらのラズベリーパイの、ホームページを、開きます。ダウンロードで OS が、このように2種類ありますが、まあ、これ、ヌーブスというものと、ラズビアンという、Linux OS のリンクがあります。で、この両方とも、ラズビアンというこちらの、Linux OS のインストールが、できます。購入して最初にこのラズビアンの方の OS をインストールしたんですが、インストールは無事に完了したんですけども、ターミナルで接続する際に使う SSH っていうプロトコルを有効化してもテラタームから接続できないという現象にハマってしまって、ちょっとこちらは、使えなくて、こちらのヌーブスっていうものから、このラズビアンをインストールしました。じゃあこのヌーブスって何かっていうと、なんか複数の OS がいろいろ選べまして、でラズビアンもその選択肢の一つのようで、あとは Windows のインストールもできるような、形になってます。まあ、今回はこのラズビアンっていう Linux OS を、インストールしていきます。でこの Linux
なんですけれども、Linux は、ディストリビューションが、いろいろありまして、まあ、有名なのは Red Hat 系とかありますが、今回はこの Debian 系という Linux OS らしいです。Wikipedia の方で調べると、ラズビアンの方は説明がちゃんと載っておりまして、Debian ベースの子ども向けの教育用、小規模な開発向けのコンピューター OS だと書いてあります。再びラズベリーパイのホームページに戻りまして、で、ヘルプを押しまして、でこちらインストレーションをクリックします。 SD カードのフォーマットを行っていきたいので SD カーズをクリックします。でディスページをクリックします。ここに SD フォーマッターというリンクがあるんで、これをクリックします。そうすると、こちらの SD メモリーカードフォーマッターというページが開きまして、for Windows か for Mac、どちらかを、ダウンロードします。これは Windows なんで、for Windows をダウンロードします。で、Accept。そうすると、ダウンロードが始まって、ダウンロードされたんで、これをクリックします。で、実行。で、NEXT、I accept、NEXT、で、まあ、NEXT、で、インストール。で、インストールが完了したので、ランチザプログラムチェックしたままフィニッシュ。そうすると、この SD カードフォーマッターというのが起動します。今現在、こちらが、先ほど挿した SD カードがこのように認識しています。iDrive と認識しているので、カードの選択は I、ボリュームラベルはまあ何でもいいんですが、ラズパイと入力して、クイックフォーマットでフォーマットします。はい、これで、フォーマットが正常に完了しまして、 FAT32 で、フォーマットされました。これでクローズします。まあ FAT32 でフォーマットすればいいのかなと思います。続いて、こちらのダウンロード選択しまして、で先ほど見た、Nubus と、ラズビアンとありますが、こちらの Nubus、選択します。Nubus っていうものと Rubus Lite っていうものがありますが、こちらの方の、ZIP ファイルを、クリックして、ダウンロードします。でダウンロードしたものが、こちらにありまして、これを、回答します。こちら、回答が終わりまして、このようにイメージファイルが、展開されました。この展開したファイルをすべてコピーしまして、こちらSD カードに貼り付けるだけで済みます。はい、コピーの方が完了しました。iDrive 見ると、空きが 28.2GB 並んで 1.5GB ぐらい、使っている感じになっています。では、SD カードを取り外してセットアップしていきます。先ほどコピーした SD カードをまず本体の、底面に、このように、挿します。あとはキーボード、まあ、LAN ケーブル、あとディスプレイの HDMI、電源ケーブルですね。これを、挿します。はい、では起動準備が整ったので電源オン。いつもの、この画面が見えて起動してきました。OS のイメージがいろいろありますが、で OS のイメージが、このようにいろいろあります。ラズピアン、を選択して、インストールします。で、イエスですね。
でインストールが、開始されます。ラングレージは、日本語を、選択しておきます。これで、日本語に切り替わります。はい、これで OS のインストールに、成功しましたんで、OK します。ラズビアンが起動してきました。カントリージャパン、ラングレージャパンで、タイムゾーンもジャパンで、ネクスト。デフォルトの、PI ユーザーのアカウントのパスワードを設定します。でネクスト。あと、Wi-Fi の、設定画面がありますが、LANケーブルで使おうと思うんでスキップします。あとは、チェックアップデートで、ネクスト。これでアップデートが走るんでしばらく待ちます。ターミナル起動しまして、ルートのパスワードを変更します。でパスワードはい、これでルートのパスワード変更しまして、SU で、はい、これでルートに入ることができました。で、OS の設定をしていくので、と打ちまして、で、設定するのは、インターフェイシングオプション。で SSH は、有効化します。はい、でイネーブルになりました。あとは VNC を有効化したいんで、はい、で、有効化、しました。で、これでフィニッシュで、OS を、再起動します。はい、OS の方が、起動してきました。ターミナルで確認すると、VNC の5900番と SSH の22番が、ポートが、待機しています。あと IF コンフィグの方で IP アドレスの方を確認します。では Windows の方から、まずターミナルで、接続してみます。まずコマンドプロンプトでピングを打ってみます。はい、ピングの方は、応答しました。でこちらの、テラタームで、接続します。新しい接続で IP アドレスを入力して SSH そのままで OK。 でユーザー名は、PIでパスワード入力して、はい、これで、ログオン、できました。続いて SU で、
パスワード入力します。これで、ルート権限で入ることが、できました。あとは VNC 接続なんですが、リアル VNC っていう、リモートコンソールの、まあ、昔フリーだったようなんですが、今現在はなんか優勝化されちゃったみたいな、感じですね。で、互換のフリーソフトが出ていました。で、これダウンロードしまして、で、インストールしてみました。そのソフトをビューアー起動しまして、で、こちらがウルトラ VNC ビューアーっていうものなんですが、ここに IP アドレス入力してコネクトとやります。そうすると、まあ、コネクティングとなった状態で、ノンサポーテッドオンセティケーションメソッドとなっているので、まあ、互換だけに、まあ、接続はできないみたいでした。普段はテラタームさえ、使えれば、まあ、Linux の場合は、特に支障はないので、これで使いたいと思います。で、この、VNC は結局使えなかったんで、こちらの設定の方から、ラズベリーパイの設定でインターフェースの方で、VNC は、このように、無効化、しまして、OK します。こちらラズベリーパイの OS ちょっと見ていくと、まずこの、ラズベリーのマークが、まあ、Windows でいうスタートボタンみたいなもので、まあ、プログラミングということで、Python とかそういったプログラミング言語が、使える感じになってます。あとオフィス製品は LibreOffice というものが入っています。まあ、こういった Excel のような表計算ソフトが使える感じになってます。あとはインターネットでブラウザーが入ってます。はい、こんな感じで、ブラウザーが、起動してきました。 Chromium っていうブラウザーなんですかね。Chrome の互換なのかちょっとよくわかんないんですけど、こういったブラウザーが入ってます。あとゲームは、Minecraft PI 版っていうのが入ってます。で、スタートゲーム、クリエイトニュマウインクラフトが、起動してきました。こういった形で、遊ぶことが、できます。はい、Python Games オート OK、はい、こういったPython で作られたゲームがいろいろ遊べるみたいなツールが入ってます。あとアクセサリーはターミナルとか電卓、あと PDF ビューアー、あとイメージビューアーとかタスクマネージャー、まあ、これは CPU の使用率とか、メモリの使用率とかが、見れます。今1ギガのメモリなんですけど、181MB のメモリ使ってます。CPU 使用率は 1% ぐらいですね。とヘルプとあと設定画面ですね。先ほどは、こちらの、設定の方でインターフェースの設定とかやりましたが、こういった GUI の、設定ツールが、あります。
あとはシャットダウンとかは、この辺からできます。あとここには、ブラウザーと、ファイルマネージャー、ファイルマネージャーが結構使いやすくて、まあこの普通だと、まあ、ルートから見えない感じになってるんですが、このファイルマネージャーはルートから、見ることができるんで、これは便利ですね。あと、ターミナルここから、起動して、まあこれでコマンドから、操作する感じで、できます。このデスクトップの壁紙は右クリックして、デスクトップの設定で、まあ、ピクチャーを、まあ、こういった形で、背景画像を変えたり、することが、できます。オーロラあたりがいいかなと思います。とこの辺は、Bluetooth のオン・オフ、あとこれは Wi-Fi のオン・オフができます。やっぱり Wi-Fi の方が便利なんで Wi-Fi に切り替えてしまいました。でワイヤレス&ネットワークセッティングでネットワークプリファレンスが起動しまして、イーサとワイヤレスのインターフェース選べて、ワイヤレスの方は、まあ、固定 IP 設定変更しました。まあ、ここで IP アドレスの設定ができるんで、コマンドで設定する必要がないので、非常にこれは便利になってます。スピーカーですね、スピーカーはつないでないんで、まあ、ミュートでもいいんですけれども、こういった形でボリュームの調整ができます。でこのラズパイ買った理由はちょっと先ほど言ったんですけども、仮想通貨の自動売買プログラムを自分で作って、まあ、24時間走らせたいなっていうのがあってこの、コンピューター買いました。まあ、このコンピューターは、消費電力が2ワット、3ワット程度の消費電力しか使わなくて、まあ、非常に電気代が安く済むので24時間動かしっぱなしのサーバー的な用途で使ったりとか、活用方法はアイデア次第でいろいろあると思います。今回はこのラズパイという小さいコンピューターを購入しまして、Linux OS をインストールしまして、このラズビアンという OS がどういった OS なのかを、見てきました。今回は、以上になります。ご視聴ありがとうございました。